お疲れ様です。セシル姉たちは日光浴か。湖にはまだ入ってないみたいだけど、ちゃんと楽しんでるかな。ええ、ここでゆっくりするだけでも十分楽しませてもらってるわ。エリーさんやリージャさんともいろいろとおしゃべりできるし。私たちもそれは楽しいんですけど、たまにちょっと困っちゃいますよ。セシルさんったらさっきからロイドとの仲はどうとかそんなことばっかり聞くんですから。ええ、ちょっとびっくりしちゃいました。あのなセシルね。だって気になるじゃない。姉たるもの、弟の交友関係は常にチェックしておかないとね。そして誰が将来のお嫁さんになるかバッチリ当たりをつけておかないと。いやいや、そういうのはいいから。さすがイリアさんの幼馴染の方だけはありますね。そうだロイド、せっかくだしあなたも日光浴していかない？デッキチェアにも空きがあるし、いろいろとお話ししましょうよ。いや、さすがにこの輪に入るのはちょっと恥ずかしいというか、今回は遠慮させてもらうよ。あら、そう？今さら恥ずかしがることなんてないでしょうに。ええ、そうですよ。私もいろいろお話ししてみたいですし。そう言ってくれるのはありがたいんだけど。それじゃあ、その代わりに私たちに日焼け止めを塗ってくれないかしら。ちょっとセシルさん、さすがにそれはちょっと。いいじゃない、私は全然問題ないわよ。エリーさんもリージャさんもなるべく日焼けは避けたいってさっき言ってたじゃない。それに今さら恥ずかしがることなんてないってエリーさんも言ってたし。それはそのわかりました。それじゃあロイドお願いするわ。エリーだって他のみんなはそれぞれ自分の遊びに夢中じゃない。なるべく日焼けを避けたいのは本当の話だし、ランディとかに塗られるよりはあなたの方がいいかと思って。そうですね。イリアさんもホテルの部屋で私が日焼け止めを塗りましたし、そのロイドさんならそこまで抵抗はないかもしれません。リーシャまで。ほらロイド、お姉ちゃんとこんな可愛い子たちがせっかく頼んでるんだから、日焼け止め塗ってくれるわよね。わかったよ、慎んで塗らせてもらうから。慎んでってテンションがなんだか変になってますね。じゃあ早速お願いしちゃいましょう。最初は誰に塗ってくれるの？えっとそれじゃあエリーから塗らせてもらおうかな。私？いいけど変なところ触らないでよ。全焼させていただきます。それじゃあ失礼して。ごめん、大丈夫か？うん、冷たくてちょっとびっくりしただけ。大丈夫だから続けてちょうだい。そっか、じゃあ。はあ、これは予想以上に心臓に悪いな。それにしてもエリー本当に綺麗だよな。
肌なんか真っ白だし、パールグレーの髪がよく生えてるっていうか。ちょっと突然黙らないでちょうだい。まさかいやらしいことを考えてたんじゃないでしょうね。滅相もございません。下手したらマリアベルさんに本当に固定に沈められる。心を限りなく無にするんだ。とにかく無の境地に。ロイドさん、なんだか東通りのお地蔵様のような顔になってるみたいですけど。ロイド、エリーさんが終わったら私たちの方もお願いね。改めて見るとすごい光景だな。ありがとうロイド、とってもリラックスできたわ。このまま眠っちゃいそう。セシルさん、その格好で寝るのはいろいろと危険だと思うんですけど。ちょっとおおらかすぎますよね。だって気持ちがいいんだもの。それじゃあ目が覚めるようにみんなに冷たい飲み物でも買ってこようか。あら、いいの？ある意味夢みたいな体験をさせてもらったからな。正直これくらいしないとエイドスから罰が下りそうだよ。ロイドさん？いや、なんでもないよ。それじゃあノンアルコールのカクテルか何かでいいかな。ええ、それでお願いするわ。急がなくてもいいからね。ロイドもいろいろ楽しんでらっしゃい。ありがとう。それじゃあ後でね。よろしく。よし。くー、さすがっすね。ボールが見えませんでした。全身のバネを使った申し分ないスパイクだったね。さすがはイリア・プラティエといったところかな。どういたしまして。すごい。ああ、弟くん、見てたんだ。私の必殺技はどうだった？はい、本当にすごかったです。いや、マジで恐れ入ったっす。俺のスパイクも難なくレシーブされちまうし。ワジくんもここしかないってところにトスしてイリアさんをアシストしてたし。僕のはただのまぐれさ。それに君たちもなかなかのコンビネーションだったじゃない。いや、正直みんなハイレベルすぎて言葉も出ないくらいだよ。このメンツで大会なんかに出たらすぐにでも優勝を狙えるんじゃないか。まあ現実はそんな簡単にはいかないでしょうけど、いいとこ行くかもしれないわね。そうだ、次のゲームは弟くんも混ざらない？一緒にビーチバレーを楽しみましょう。それじゃあお言葉に甘えて参加させてもらいます。と言ってもビーチバレーのルールはあまり詳しくないんですけど。基本は普通のバレーボールと同じですよ。違いを大雑把に言うならチームが2人1組だってことと砂浜でやるってところくらいですかね。あと実際は先に21点取ってようやく1セット勝利になるんだけど、今回は気軽に楽しもうってことで1ゲーム12点先取の変則マッチでやってるよ。なるほど。ひとまず問題はなさそうだな。まあ細かい話は置いといて早速チーム分けといこうじゃねえか。ロイドが入るなら誰か一人抜けて審判に回らなきゃならねえしな。あ、そうか。なんだか邪魔しちゃったかな。別にいいわよ。
それじゃあ弟くん、チームを組みたいパートナーを選んでくれるかしら。わかりました。じゃあ。ランディ、よろしく頼む。よっしゃ、任せとけ。それじゃあ、残りのチームと審判に回る人も決めましょう。まあこっちは公平にじゃんけんでいいんじゃない？了解。さっさと決めちゃいましょう。はあ？よっと。ワジ君！やるわね、ランディ君。お見事です。やれやれ、この身長差はさすがに辛いものがあるね。ナイストスだぜ、ロイド。さすがの判断力っつうか先走るところだったけどね。よし、このまま畳みかけるぞ。ゲームセット。12対8で弟くんチームの勝ち。よし、勝ったぞ。なかなかいい勝負だったんじゃないか。確かに悪くなかったかな。うん、ずるい。みんなだけで楽しんじゃって。うん、やっぱりあんな楽しそうな勝負見てるだけじゃ物足りないわ。ねえ、次は私も混ぜて、もう一ゲームやりましょう。それじゃあ今度は別のチームに分かれてやりましょうか。いいんじゃねえか。それじゃあロイド、次にチームを組みたいパートナーを選んでくれ。ああ、そうだな。それじゃあ今度はノエル、よろしく頼むよ。わかりました。頑張りましょう、ロイドさん。ほい、ノエル。はっ、とりゃ行くよ。いやロイドチーム得点。やるじゃねえか。やれやれ、まさか読まれるとはね。真面目くんチームのくせになかなかやってくれるじゃない。ワジの性格だとあの場面ならきっと裏をかくと思ってね。成功法とは逆を取ったまでさ。やりましたね、ロイドさん。どうやら侮りすぎてたんじゃない？そうかもしれないね。よし、ノエル、このままゲームの流れをこっちのものにするぞ。ええ、了解です。ゲームセット。12対11でロイドチームの勝ち。やった、ギリギリ勝てたぞ。いやー、楽しかったわね。弟くんが入ったおかげでチーム分けもいろいろ楽しめたし。2ゲーム連続は結構きつかったですけど。ああ、それにお約束のサービスシーンがなかったのは残念極まりねえぜ。ノエルあたりがかましてくれることを期待してたんだがな。ついついビーチバレーに熱中しちゃってたね。先輩にワジ君、何言ってるんですか。もうイリアさんの過剰反応も気になるんですけど。ああそうだ、みんな喉とか渇いてないか。なんだったら俺が売店で冷たいものとか買ってくるけど。おっと、
気が利くわね、弟くん。何がいいかしら。確か聞いたところによると、ミシュラムに新しく発売したジュースがあるみたいですよ。ああ、それは私も聞いたことがあります。ベルコーラって言って、シュワシュワして爽快な飲み物らしいですけど。それはなかなか良さそうだね。それじゃあみんなベルコーラでいいかな。うん、よろしくお願いするわね。まあ今はそこまで喉が渇いているわけじゃないから、急がなくてもいいけど。わかりました。それじゃあまた後で持ってきますよ。サクサクペタペタ。なんだか集中してるな。あ、ロイドさん、どうかしたんですか？邪魔しちゃったかな。いや、そんな一生懸命に何を作ってるのかと思ってさ。いえいえ、とんでもないです。一応砂でお城を作っていたところなんですよ。いわゆるサンドクラフトですね。ただなかなかうまくいかなくて、先ほどから作っては壊しの繰り返しです。なかなか難しそうだな。そうだ、せっかくですしロイドさんも手伝ってみませんか？俺が？ええ、そうですね。作業が進展するかもしれませんし。ああ、わかった。俺でよければ手伝わせてもらうよ。さすがロイドさん、ありがとうございます。とは言っても俺もまるっきりの初心者だけどね。まあみんな似たようなものですし。では早速よろしくお願いします。はあ、だいぶできてきましたね。ええ、完成まであと少し。やはりなかなか難しいです。もしかすると砂の強度に問題があるのかもしれないな。強度ですか？一応バケツに砂とお水を入れて土台はしっかりと作ったんですけどね。それでも作っていると砂が乾いてくるだろうしな。水を足しつつやった方がいいって聞いたことがある気がする。なるほど、理にかなっていそうです。それじゃあ水はどれくらいずつ足した方がいいんでしょう？そうだな、確かほんの少し湿らす程度で大丈夫だったと思う。あまり水をつけすぎても逆に強度は下がるだろうしね。確かに言われてみるとそんな気がしますね。ではロイドさんの言う通りにやってみるとしましょう。かなり完成に近づいてきましたね。うんうん、ロイドさんのアドバイスのおかげだね。そう言ってもらえると嬉しいよ。ではいよいよ仕上げに入りましょう。メインの城の部分のディテールアップですが、ロイドさんにお願いしていいですか？ああ、わかった、任せてくれ。すべてはロイドさんにかかってます。よろしくお願いしますね。プレッシャーをかけられてしまったけど、まあ仕方ないか。さて、水で強度を高めているとはいえ、素材はあくまで砂。重要なのはおそらくスピードと力加減だ。どう作業を進める？よし、迅速かつ繊細な力でディテールを整えていこう。ふう、
こんなところかな。ついに、ついに完成したんですね。あー、やったやったー。感無量です。ロイドさん、お疲れ様でした。そんな、二人が頑張ったおかげさ。いえいえ、ロイドさんのおかげですよ。本当にありがとうございます。ザイトもお疲れ様でした。終盤は不足した砂や水の補給を手伝ってくれましたし。おさすがはザイトだよな。そうだ、そういえばこの城って名前はあるのか？名前ですか？いや、せっかく苦労して作ったんだし、そういうものがあれば思い出になるんじゃないかと思ってさ。一理ありますね。うん、それならミッシーキャッスルというのはいかがでしょう？へえ、ティオちゃんずるい。だったら私はバンバンキャッスルがいいな。ミッシーはおなじみだけど、バンバンっていうのはフランのお気に入りのぬいぐるみだったっけ？どっちもかなり趣味が入ってるな。ですが、同じ城に2つの名前は付けられません。この際ですし、ロイドさんがどっちがいいか決めてくれませんか？あ、それはいいかも。ロイドさんが決めるなら文句はないですし、ビシッと選んじゃってください。何気に責任重大だな。そうだな、そうだな。せっかくミシュラムに来たことだし、今回はミッシーキャッスルでいいんじゃないか？言われてみればそうですね。仕方ないな、今回はティオちゃんに譲ってあげる。ありがとうございます。丸く収まったみたいだな。そうだ、ティオ、フラン、ずっと砂浜にいて喉が渇かないか？よかったら後で冷たいものでも持ってくるけど。そうですね、私は売店にあったかき氷を食べてみたいです。あ、私も食べたい。ロイドさん、お願いしてもいいですか？ああ、任せてくれ。サイトにはフランクフルトでいいかな。頼んだだそうです。ああ、でも急がなくても全然結構ですから。せっかく来てるんですし、ロイドさんも楽しんでください。了解。したことねえよ。にしてもこんな石、今まで見たことなかったけど。二人とも戻ってきてたのか。ん、何やってるんだ？あ、ライダー、これを見てみて。綺麗でしょ。へえ、丸くて真っ白で宝石みたいに綺麗な石だな。これどうしたんだ？さっき泳いでる途中でこのちびっこが拾ってきてさ。どうもあっちこっちに落ちてるみたいだから、ちょっと探してみてたんだ。監視員の人に聞いてみたら、ホワイトストーンっていう石なんだってさ。ここの砂って外国から運んできたみたいだし、多分その辺りで取れるものが混ざってたってところだろうな。その分だと結構大きいのも埋まってるかもしれない。本当？ねえねえ、それじゃあみんなでこの白い石を探してみようよ。それで最後に一番大きいのを持ってた人が勝ちになるの。ふふん、面白そうじゃん。当然あんたも参加するよな。
ああ、せっかくだし参加させてもらおうかな。決まりだね。そんじゃあんたもホワイトストーンを見つけたら俺に教えてくれ。最後に大きさを比べっこして一番大きいのを持ってたやつが勝ちな。了解だ。よし、それじゃあスタートだ。キーヤ、絶対一番大きいのを見つけてくるからね。ふん、お前らなんかに負けてたまるかっての。おお、水晶玉みたいなサイズだ。これだけ大きかったらまず負けることはなさそうだな。あら、ロイド、何をしてるの？ああ、今はキーヤたちと。って、あれ、もしかして。こんなところに埋まってるなんて。でも相当大きいな。これなら絶対に勝てるはずだ。あなたね、いきなりそんなところに潜り込んでどういうつもりなの？ごめん。はあ、まったくもう。ホワイトストーンを見つけたみたいだな。早速俺たちのホワイトストーンと大きさ比べをするか。ああ、早速勝負を始めよう。ふーん、自信満々だな。そんじゃ、ちびっこを呼んでくる。へへ、後で吠え面かくなよ。それじゃ大きさを比べるぞ。一斉の背で自分が持ってる一番大きい石を出すんだ。ああ、了解だ。準備 OK だよ。よし、じゃあ行くぞ。一斉の背。そんなのを見つけてくるなんて。さすがにこれは負けを認めるしかなさそうだ。それじゃあ俺の勝ちってことで良さそうだな。ち、子供相手に大人げないやつ。それを言われると立場がないんだけど。でも本当に大きくて綺麗だね。キーヤもそんなのが欲しかったな。そうだな、俺ももう少し探してみようかな。それじゃあこのホワイトストーンは二人にプレゼントするよ。本当に？いいのか？それに二つなんて。ああ、ちょうど同じくらいの大きさのもう一つ拾ってたんだ。せっかくビーチに来たんだし、その思い出にするといいよ。ありがとうよ。大事にするね。そうだ、キーヤ、シュリ、何か冷たいものとかいらないか？ライド持ってきてくれるの？ああ、ずっと水辺で遊んでてそろそろ疲れてるだろ。飲み食いしたいものがあったら遠慮なく言ってくれ。ふん、気が利くじゃん。アイスクリームか。わかったよ。じゃあ俺もそれで。ああ、でももうちょい遊んでたいからすぐには持ってこなくていいからな。
ああ、了解。それじゃ、また後でな。みんな一通り遊んで、今はのんびりしているみたいだ。と、なんだか俺も喉が渇いてきたな。みんなに冷たいものを買ってくる約束をしてるし、そろそろ売店に行ってみるか。売店は階段を上がったところだ。ちょっと覗いてみよう。